池田正助の墓、池田正助12月1日、昭和元年12月31日は、明治大正期の家族、陸軍軍人、元岡山藩画老天城池岳の第十二代当主、大正天皇の宝御に再始巡視した。明治16年、天城池岳、第十一代、池田正和の着難として生まれる。明治四十年、父聖和の隠居により、家督を相続し、 同年9月11日、男爵を就爵。大正13年まで、この F 票第3連帯に勤務。正さは、近現な皇室中心主義者で、常に、乃木将軍の行為を来参していたという。大正15年12月25日、大正天皇が死去すると、正さは、同年12月31日に自殺した。去年41、宮武骸骨は、まさの死を、 大正天皇への巡視と評価した。死亡の際には陸軍予備役少佐であった。母書は天木池岳母書。池田正和の次男。兄の正則は正助の出生前に溶接している。姉の栄子は旧岡山藩画老,老家の土倉高三郎男爵に嫁いだ。妻は島村勧誘陸軍中将の長女春子。二男三女があった。家督は 昭和二年長男正幸が相続し、男爵の爵位を執着する。ありがとうございます。